どうも、今回はゲーミングノートです。ASUS のタフゲーミング A15 で、主なスペックはこんな感じ。最新パーツを搭載したゲーミングノートとしては、ミドルスペックに当たるのかな？ ASUS って個性が強めの製品をいろいろ販売してますけど、この子は言ってみれば普通のゲーミングノート。動画制作時点の販売価格は約26万円。5月1日発売の製品なんですけど、ASUS 公式ストアではすでに在庫切れ。まあそのうち在庫が復活するんじゃないでしょうか。最新パーツを搭載したゲーミングノートが気になっている方は、ぜひゆっくり見ていってください。まずは外観からチェックしていきましょう。ディスプレイサイズは 15.6 インチで、ゲーミングノートとしては標準的な大きさです。タフシリーズってミリタリーグレードの堅牢性が売りで、高温や低温、振動や落下にも強いとされています。さすがにわざと PC を落としてみて検証するのは怖いので、普通のノート PC よりちょっぴり頑丈、くらいに考えておくのがいいんじゃないでしょうか。タフシリーズのマザーボードも何枚か買ってますが、頑丈さを確認するためにぶん殴ってみるわけにもいかんのですよね。一般的なクリアファイルとサイズを比べてみるとこんな感じ。ビジネス向けの薄型ノート PC とかと比べると結構大きく感じると思います。参考までに、私が普段使ってるビジネスバッグに入れてみました。はい、普通に収納できますね。小さめの PC バッグだとギリギリになっちゃうかもなので、持ち運ぶことを考えるならちょっと大きめのバッグを用意した方が良さそう。AC アダプターはこんな感じで、240W の高出力に対応。PC の重量は 2kg くらいで、AC アダプターを含めると 2.8kg くらい。リュックだとそこまでしんどくはないと思いますけど、片手カバンで一日中持ち歩くのはちょっときついかな。使用上のバッテリー駆動時間は約 10.4 時間とたっぷりで、ちょっとした外出なら AC アダプターはいらないかもです。PD 充電にも対応してるんですけど、何ワットまで対応してるのか公式サイト上で記載を見つけられず。事務仕事程度なら PD 充電でも十分使えるので、外出先で負荷の高い作業をする予定がなければ、こういう PD 充電器を一つ持っておくと便利ですよ。キーボードはテンキー付きの日本語配列。もちろん光ります。個人的にテンキーは不要だと思ってるんですが、事務仕事でも使うことを考えるならありかな。ライティングの色や発光パターンは、専用ソフトウェアのアーマリークレートで変更可能。上位モデルと比べると、設定できる項目が少なめです。それとゲームをやるときはタッチパッドや Windows キーを無効化しておくと誤操作を防げます。ホットキーは4つで、音量調整などが割り当てられています。ディスプレイの仕様はこんな感じ。DCI-P3 も 100% カバーしているので、ゲームはもちろん動画編集などのクリエイティブ系の用途とも相性がいいです。では性能面もチェックしていきましょうか。まずはシネベンチ。ノート PC 向け CPU としてはなかなか強い方です。シングルコアのスコアはこんな感じ。こちらも悪くないスコアです。参考までに CPU-Z の情報はこんな感じでした。続いて 3D マークの定番ベンチを3種類試した結果はこちら。4060のラップトップ版は今回初めて触りましたが、だいたいデスクトップの 3060Ti と同じくらいの性能があるみたい。ラップトップ版の GeForce って消費電力などの違いで製品によって性能にかなり差が出るので、他のモデルだとスコアが変わってくるかもしれません。GPU-Z も見てみましょうか。ストレージの転送速度はこちら。Zen 4としては控えめの速度ですが、実用上は十分すぎるスペックです。ではここからゲーミングノートの宿命と向き合うお時間です。騒音をチェックしてみると、最もうるさくなるシネベンチ計測中は最大で 60dB くらいまで上昇。これはアーマリークレートでターボモードに設定した状態。サイレントモードに変えてみるとこんな感じ。結構騒音が落ち着きました。多少パフォーマンスは落ちますけど、静かな場所で作業をしたい時はモードチェンジ機能をうまく活用するのがおすすめです。サイバーパンクのベンチマークを走らせてみるとこんな感じ。シネベンチには一歩届かないくらいですが、これもなかなかうるさいです。快適にゲームを楽しみたいなら遮音性の高いヘッドセットなどは必須です。サイレントモードに変えてみると、こちらも結構騒音が落ち着きます。性能の高さと静音性、どちらを優先するかはお好みで判断してください。発熱に関しては、シネベンチ計測中の CPU 温度は95度まで上昇。
AMD の公式サイトをチェックすると最大温度は100度のようで、デスクトップ向けの7000シリーズみたいに上限温度でぶん回す仕様ではないみたい。今回、アフターバーナーなどで CPU 温度がモニタリングできなかったので、OCCT でチェックしました。表面温度をサーモカメラで確認してみると、ヒンジ近くは温度が上昇していますが、ちょっと暖かい程度。やけどしそうなほど熱くなったり、ゲームを操作する指先がじわじわ熱くなるゲーミングノートもあったりしますけど、冷却性能はなかなかいい感じです。ではここから実際にどれくらいフレームレートを出せるのか、人気ゲームで検証した結果をご紹介します。解像度はディスプレイに合わせて 2560×1440 で試しています。まずはフォートナイトをプレイ。これはダイレクト X12 で、アンチエイリアスを TSR 最高、テンポラルスーパー解像度を推奨、レイトレーシングもオンというなかなか重い設定です。平均フレームレートは60に届かず、動かせないことはないですが、ある程度真剣にプレイするなら画質調整は必須と考えた方がいいです。パフォーマンスの競技設定で試してみると、おおむね300以上で安定。ディスプレイのリフレッシュレートが 165Hz ですから、十分な性能と言えそうです。参考までに、フレームレートの上限を165に設定して動かしてみました。瞬間的に下回る場面はあるものの、ほぼほぼ165に張り付いています。競技シーンでトップを目指すような方には物足りないのかもですが、個人的にはめちゃめちゃ快適だと思います。Apex もまずは最高画質で動かしてみました。平均値は一応100を超えてるって感じかな。カジュアルにプレイする分には最高画質のままでもいいかもしれません。低画質に落としてみるとこんな感じ。165で張り付かせるにはちょっとパワーが足りない印象はありますけど、ストレスなくプレイできるだけの性能はあると思います。その他のゲームを試してみた結果はこちら。いずれも解像度は 2560×1440 で、最高画質で試しています。タルコフは最高画質だとかなり重いので、画質を下げるか、FSR などをうまく活用することをおすすめします。オーバーウォッチもエピック画質だとフレームレートはいまいち伸びません。165Hz のモニターを最大限に活用するなら、画質を落とした方がいいです。バロラントはグラフィックが軽いので、最高画質でサクサクです。続いてレイトレーシング対応ゲームも検証しました。ホグワーツレガシーも最高画質で楽しめますが、こんな感じで時々カクつきが発生します。これはゲーム側の問題かもですけどね。サイバーパンクは最近追加されたオーバードライブモードが激重で、フレーム生成をオンにしてもカクカクです。従来の最高設定にあたる、ウルトラ画質で試してみると平均50くらい。ヌルヌルとは言えませんが、これならそれなりにプレイできるかな。で、今回は PD 充電でゲームを動かすとどうなるかも試してみました。サイバーパンクのベンチマークを走らせた結果がこちら。はい、やっぱりゲームを快適にプレイしたいなら、AC アダプターは必須です。バッテリーや PD 充電でも動かせないことはないので、軽めのゲームをちょっと動かす程度なら問題ないかもしれません。最後に Twitch で動画配信を試した結果もご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。ゲームの解像度はそのままで低画質に設定、OBS の出力解像度を下げて試したところ、何の問題もなくスムーズに配信と録画ができてました。エンコードは配信と録画、どちらもハードウェアに設定しています。フレームレートもほとんど落ちてませんし、ノートでも普通にライブ配信ができちゃいます。ただファンの回転音がうるさいので、マイクはそれなりのものを用意した方がいいと思います。ということで今回は ASUS のタフゲーミング A15 で色々遊んでみました。ミドルスペックのゲーミングノートとして性能面は悪くないんですけど、これで26万円するのかというのが正直な感想。キーボード周辺が熱くなりにくいのはグッドですけど、冷却ファンはやっぱりうるさくなりますし、いわゆる普通のゲーミングノートだなという印象です。ASUS の製品に限らず、最新世代のゲーミングノートはどれも価格が高めに感じますが、せめて20万を切っていれば、もうちょっと納得感がありそうだけどな。どんな人におすすめかを整理すると、まずは持ち歩く頻度がそこまで高くない方で、仕事もゲームも動画編集も1台のノート PC でこなしたい方、それと最高画質にこだわらずカジュアルに幅広いゲームを楽しみたい方、という感じかな。
価格についてはセールでがっつり値下がりすることもあるので、もうちょっと安くなるタイミングを待った方がいいと思います。今も型落ちのゲーミングノートが結構安く買えたりしますから、最新世代にこだわらないならこういうのもありです。個性が強めの製品もいろいろレビューさせてもらっているので、ASUS のゲーミングノートが気になっている方は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。ノート PC に何を求めるかは人それぞれですから、用途と予算に合ったモデルを選ぶことがすごく大切ですからね。では今回の動画は以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。